影の英雄の日常探、星さん。その異世界は突発的に魔王と勇者が現れる世界で、勇者と魔王が出現すると世界は戦争状態に突入する。もしも、勇者が魔王を倒した場合は、戦争特需というか勇者特需によって勇者を輩出した国家は経済にブーストがかかるみたいな設定。そんな中、魔王城の門番が魔王より強いチートであり、勇者パーティーが全然倒せないやん。ということで戦争孤児たちを秘密裏に過酷なレベリングをさせることで、クソ強になっているエースを派遣してその最強門番を排除することに成功。魔王は無事打ち取られた。その秘密機関のエースの少年兵のゴルゴが主人公の漫画。この漫画はここから、その少年兵の母親と姉代わりの上司との、あんなに不愛想だったうちのエースが人間らしくなっちゃってといったお涙頂戴を見せてから、主人公たっての希望で普通科の英雄学園に学生としてキャンパスライフを始めるというシナリオ。そこからラノベ体質の主人公は、訳ありのヒロインだったりとチームを組んでメンターをするというシナリオ。ここからネタバレ。この漫画はこの学園ものを始めた後に、よくあるナロー系学園ストーリーにはせずに、訳ありの姫に情が湧いた主人公は仲間の姫の願いを叶えるために自分の組織に対して敵対行動を取り始めます。ここで前半に上司は主人公のことを息子や弟のように思っているというお涙頂戴の伏線が見事にはまり、本当は殺したくないけど仕事に私情は挟まないというような感じで主人公を追い込むシーンだったり、主人公は何年もソロサバイブ可能だが、そういった訓練を受けていないお荷物の姫では N 年で生活が破綻するだろうというような表現の見せ方や考え方を見せる部分がクッソ上手であり、面白いナロー系なシナリオと作画もクッソ上手と、とても上質に仕上がっております。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル